待たせしました。熱燗とあん肝ポン酢でまったりしてみよう。このほかほかがちまちまと流れる時間が心に余裕をもたらす。あん肝パス、匂い苦手。臭みといえばそうかもしれない。ただし熱燗とならば鼻の奥で臭みがうまみに変わる。ふうしゅう。さてきちんと言わないとな。なってねえんだよ。なんで俺があいつの仕事までかぶんなきゃいけないんだよ。アホか。自首しろよバカ。明日も余裕持っていこう。